1994年12月1日生まれ、現在66歳。やったね。若いですね。ちょっと横に高い感じ。はい、栃木の作新学院高校出身です。早稲田大学に進みまして、1966年昭和41年ドラフト1位で東京オリオンズに入団。高校時代作新学院では史上初の春夏連覇を成し遂げられます。現役を引退されるまで通算70勝、投手王国と言われたオリオンズのピッチャー陣のまとめ役として活躍。まあ、中でもですね、昭和48年10月10日、太平洋クラブ戦、西武の前身に当たりますが完全試合を達成。その年8割7分5厘、最高勝率投手にもなられました。素晴らしいです。引退後はですね、昭和55年オリオンズのピッチングコーチ、翌81年から西武ライオンズのピッチングコーチ、西武の黄金時代投手陣を築き上げられました。92年千葉ロッテマリーンズ初代監督としてロッテに復帰。小宮山、平野、前田、川本などの投手陣を鍛え上げまして、マリーンズの、まあ、基礎を築かれたということになります。その後も横浜、阪神、巨人、オリックス、東京ヤクルトでピッチングコーチを歴任、数多くのピッチャーを育て上げられました。で、今年からですね、BC リーグ、ベースボールチャレンジリーグ群馬ダイヤモンドペガサスでピッチングコーチを担当されているということで、簡単に八木沢総六さんのですよね、ご紹介させていただきます。素晴らしいですね。本当ね、プロ野球界発展のためにね、これだけ尽くされて、もう本当にね、各チームにね、八木沢さんのね、愛弟子がいらっしゃるね。